お前らは何を考えてるのかわからんってじゃあもう一つぐらいいきましょうかね、はい、カモネギ係数オーバー303です。ギロザが叫んだ。これは一体どういうことだ。色相がクリアになるという壺を購入したが全く効果がないじゃないか。騙されてる、騙されてる騙されてるのかな、うん、きっとなんかそういうのがあるんじゃないんですか、うん、あいつのメガネは曇ってんのやっぱりメガネ一番持ってきましょう。そうだよ、メガネの曇りは心の曇りだよ、心の曇りだそう、でもあのギノザさんのメガネをいただいたんですよ、はいはいはい、だから中レンズ僕仕様にちょっとレンズを取り替えようと思って。おお、いいねいいね。あれメガネ屋さんに持っておけば なんか形によってはできるっぽいのでやってみようかな。いや似合ってるんですよすごい、あのギノザのメガネね。私僕が自分で持ってるメガネとなんか形が似てるんですよねそうそう、もともと僕が普通に個人的に持ってるメガネと顔キャスじゃないですか。じゃあ顔キャスありえるかも。あ、そうオーディション系で髪の毛長かったから。だってあの桜井くんもずっと言ってたよ、なんかもう生まれた時からかけてるぐらい似合ってますねって言ってうん、僕サイコパスが始まったぐらいですよ、あの現場でしょっちゅうメガネかけるようになったの。それまではそうなんだ、メガネそんなに必要なかったんですけど、うん、曇り始めて、なんかなんだろう、作品の影響で色相がやばいな、やばいですね。ちょっと、はい、さあということで、はい、まあ、皆さんからいろいろ楽しいお題をいただきましたが、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではこれからもですね、いろいろいただきたいと思うんですが、次回のお題も発表したいと思います、はい、次のお題はこちら。犯罪係数の上がらない牧島、その代わり何係数が高い。牧島読めないのやばいでしょもうさすがに。実はねさっきもね、あかねちゃんの名前読むときにすごいドキドキしちゃったあれ僕しょっちゅうね、あけみちゃんって呼んじゃった、ね、レギュラーですよね、バスの女みたいなレギュラーなのに ですよでしかもね、意外となんかね難しい漢字は読めるのになんか普及するとか読めないし、単純な字が読めないんですよ、ね、そうなんだよね。僕でも同い年ですよね。そうです、ちょっと不安を感じますちなみに浪川大輔も同い年です。ですよね。うわあれやっぱ漢字読めない世代なのかな僕大丈夫ですよそうだってほら作家もやってるから漢字とかはもうバッチリでしょ。でもあれでしょ、ワープルでしょって書いてあってでしょ。ワープルじゃないですか、パソコンワープルなんかないよ。ほぼ使ってワープルないから、ワードプロセッサーじゃないのないスタローじゃないそうなんだ、おかしいな。でも牧島をちょっとなんかちょっといじめちゃおう、いじめちゃおう。そうだ、俺たちいつも劇中では牧島にいじめられてますからね。はい、ございました。皆さんからの大喜利の回答お待ちしております。はい、はい、さあこの後は今日も一人で安全なところから。